21時半からのハピーズスイーツライブ、今夜もスタートしていきます。今日はですね、少しタイミングがいつもと少し遅くなってしまったんですけれども、と言いますのも、販売するゆずとチョコレートのシュトーレンをね、今どんどん作っておりまして、感覚のねタイミングがなかなかないんですね。オーブンに入れて焼き上がったらすぐに澄ましバターにこうポチャってつけるんですよね。でその澄ましバターを熱いうちにつけないといけないので、そのもう焼き上がって手で持てるすぐのタイミングでつける必要があって、でも澄ましバターってそんなにねキュッてね吸ってくれるわけじゃないんですよ。やっぱりねゆっくり吸っていくのでね、一個にこうゆっくり時間かけてね吸わせるので、もうたくさん吸わせてたらそれだけでも結構ね時間がかかるんですけども、そしたらまた次の生地が二次発酵終わってくるので、すぐにオーブン入れないと過発酵になるのでっていう感じで、もうどん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 順繰りでいくので、間がね10分とかしかないんですよね。でその10分の間にいろんなことちゃ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 ってメールのお返事したりとかってしてるんですけれども、なんかそんな状況なのでライブできるのかとでもねやりたいなと思いながら、このタイミングどうしたらいいんだろうと思って、今さっき焼き上がったので、澄ましバターをとりあえず染み込ませて今オーブンに入れたので、反転するまで15分あるので、この15分の間にライブしようと思って、ちょっとそうやってたらねタイミングがなかなか合わず半にちょうどならなかったというわけです。本当ねお菓子作りタイミングが大事なんですよね。はい、アワティアンさんすごい量っていう、はい、ありがとうございます。でそれでですね、今日のテーマなんですけれども、昨日ですね、質問というかお話に上がったことがありまして、それは、クリスマスが近いから何作るのっていうよね、お話をねみんなでしてたんですよね。そしたらその方は、なんかクリスマスケーキ作ろうかな買おうかなっていうようなお話をしていて、でも生クリームをスポンジに塗ることをナッペって言うんですけど、ナッペがもうとにかくね苦手なのでできないんですよねっていうことを話されてたんですよね。はい、ミニミンさんお忙しい中ありがとうございます。なんかね、私はなんかライブはしたくてね、楽しいのでね、なんとかやりたいなと思ってるんで、全然いいんですよタイミングさえつかめたら。でそうなんです、ありがとうございます。それでね、どういうところがナッペ難しいですかってお聞きしたら、生クリームが途中でどうしてもボソボソになってくるっていうことと、ナッペしてる間にそのスポンジケーキのクズ、クラムみたいなクズが生クリームの中にいっぱい入ってきて汚くなってしまうっていうお話、それからどうやって、練習したらうまくなりますかみたいなねお話を何人かでしてたんですけれども、それに対して今日はねお答えするっていうほどではないんですけれども、少し触れていきたいなと思います。でまずね、生クリームがボソボソになりますっていう方は、まず一つ目は冷やしておくっていうこと大事ですよね。ナッペする直前まで生クリームは冷蔵庫でしっかり冷やしておく。で作業中も必ず氷水に当てた状態で作業します。生クリームはもうね、熱いのは大敵なので、とにかく冷たく冷たくキープ、冷たく冷たくキープです。これすごく大事なので、これをちゃんと守るだけでも状態だいぶ変わると思うんですよ。あとそのボソボソになるっていう原因なんですけれども、おそらくね一番初めの段階で泡立てすぎてることが多いです。でパティシエさんのプロの、ね、方っていうのは生クリームの硬さをね変えるんですよ。その生クリームをスポンジケーキにサンドするような硬さ、それから下塗りをする硬さで、全体を表面覆う硬さで絞る硬さ、これね全部変えるんですよ。変えるんだけれども、泡立てるのはその都度都度泡立てられないので、一つのボールで泡立てます。一つのボールで泡立てて、その中で全部の硬さの配分っていうのを決めていくんですね。だから初めに泡立てた時に泡立てすぎないことです。
ハンドミキサーで泡立てた時はだいたい6分立てって呼ばれるぐらい、そんなに角がピンとか立たない状態で緩めでストップします。そこからは手立てでですね、こう立てていくんですけれども、全部のボールを泡立てるんじゃなくって、一部のボールの中の面積の一部の方だけを固めに泡立てていくんですよ。で、そこの固めと柔らかいところを混ぜ合わせながらミックス2つをして、ちょうどいい硬さを作りながらナッペしていくっていう風にするんですね。なので、初めに全部を固く泡立てない、これだけでもね結構いいと思います。修正は効きます。もし右端がボソボソになってしまっても、左にある緩いクリームを混ぜてあげると少し緩むので、それを表面に塗るっていう風にすると表面ボソボソにならないですね。で、2つ目のね、質問のスポンジケーキのクズがですよ、生クリームにどんどん入っていっちゃうっていう方、結構お悩みよく聞くんですよね。で、それはもうパレットナイフで塗ってる時に何回も往復とかしちゃってたり、角度が立ちすぎてたら、パレットナイフの地肌を引っかいてるんですよね、スポンジので。地肌を引っかくと当然ですけれども、クズがですね、どんどん引っかいちゃうので、パレットナイフの方の寝かせ方の角度っていうのをもう一回見直していただいて、それがまず一つなんですが、もう一つはそのクズがついたパレットナイフをそのまま塗ってませんかっていうことなんです。クズが一回ついたのを目視したら、小さな別のボールとかでもいいんですけど、クズが入った用の生クリームを塗りたくるボールっていうのを用意しておいて、そこにパレットナイフをすりつけると、綺麗なものと混ざりませんので、はい、それ試すだけでもだいぶ変わってくるかなと思います。はい、あとはですね、最後練習方法ですね。どうしたらいいんでしょうかっていうことですね。これはもうまずね、正しいナッペの仕方っていうのを知ることが大事です。正しくない方法をいくら練習してもうまくはならないんですよね。まず基本の正しいやり方とか、パレットナイフの持ち方とか角度とかを、どこかで教えてもらうなり、YouTube とかで見てもいいし、本で見てもいいし、まずちゃんと分かってから練習始めた方がいいです。で、その上でなんですけれども、そこで昨日話してた時には、周りにね何人か行ったんですけれども、他の方はね聖火学校出られてたんですね。だから、どうやってナッペ練習したのみたいなお話をしてたら、その製菓学校ではショートニングのクリームを作って、それで練習したって、他の方おっしゃってました。で、私もですね、ショートニングみたいなこうバターっぽいクリームがあるんですけど、それをですね、これね出してきたんですけど、これホームセンターとかに売っているスポンジケーキみたいな形の15センチの発泡スチロールなんですよ。で、このいろんな形があって、四角のとかあるんですけど、これを買いましてですね、セロハンテープとか両面テープで回転台にくっつけて、もう食べないクリームね、ショートニングとかもう練習用だから食べることはないんですけど、それをここに塗って練習してました。で、皆さんそれをもう学校から帰ってずっとやっぱりね練習してたっておっしゃってましたので、練習せずして上手くなることってまずないので、練習量にも結構比例するのかなと思います。もちろん器用とかね、不器用とかも若干あると思いますけれども、基本練習量かなっていうのがあるんですよね。やっぱりこう何日もずっと練習してやっとできるようになるものなので、本物のケーキで練習するのはなかなか大変なので、こういうのでね、もう今日は練習だと思って割り切って練習してから本番に臨まれるといいのかなと思います。私も昔対面レッスンをねしてた頃に、ナッペのやり方を教えてくださいって言ってお家に行って訪問レッスンとかもねやってたことあったんですよ。で、その時はね、この2つ持って行って、丸されるんやったら丸の方で私がクリーム作っていて、実際にね、目の前でお家にある道具でナッペしてもらって、特に難しいのこの側面ですよね。
プロの方は上手にここシュシュってやるんですけど、これがね一番やっぱりね初めの方側面が難しいんですよね。なのでこれを練習をねずっとずっとずっと2時間ぐらいとかひたすら側面2時間塗り続けるとか、なんかそういうのをやったりしてました。はい、ということで今日は以上になります。まあ、今日のねあのデコレーションケーキクリスマスで作られる方もいらっしゃると思うんですけれども、生クリームがあのボソボソになっちゃいますっていうお悩みですね。まとめますと、まずしっかり生クリームは冷やしといてください。でその上でですね、ボウルの中で全部あの固い状態8分立てとかまで泡立ててしまうんじゃなくって、6分立ての緩い状態でトロトロしてるところでストップして、あとは手立てで調節して、角が緩く立つ状態から緩いのとちょっと固めのを作ってボウルの中で2つに分けて、それを混ぜ合わせて調節しながら、サンド用はちょっと固め、それか下塗り用も少し固め、で表面に塗るのは緩いで、一番上に絞るのはちゃんとシュッと絞れるね8分立てぐらいにするっていう風に硬さを調節してみてください。でクズがいっぱい入っちゃうっていう方は別のボウルを用意して、クズが入ったパレットナイフがついた生クリームはその別のボウルに取って、綺麗な生クリームと混ざらないように工夫してみてください。で最後ですね、ナッペのうまくなる方法は、まず正しい方法をきっちり学んでください。まあ、これ今皆さん YouTube とかにもたくさん出てると思うので、それをご覧になってもいいし、いろんなやり方があると思います。本にも詳しく載ってるのもありますので、もちろんそういうの見てもわからなかったら実際のレッスンに受けるとか対面とかオンラインもあると思いますので、そういうのでしっかり学んでいただく、でその上で練習する。で練習の時はこういう発泡スチロールをねホームセンターとかで買ってもらって、ショートニングとかの、あのクリームを作って、それで練習されるといいかなと思います。ということで今日は以上になります。最後までご覧くださってありがとうございました。ではね、次は金曜日かな。はい、もういよいよクリスマス近づいてきましたね。早いですね。はい、アワティオンさん忙しい中ありがとうございました。あのケーキ屋さんとかももう今とか多分皆さん徹夜じゃないですかねなんか忙しい時もあれば、まあ、夏場とかはね少しこうねあの時間できたりとか、そういう波があるのでずっとこうトップで走り続けたらあの体力持たないですけれどもね、なんかこういうのがあるから、なんかこうこの時にはちょっと頑張って、あの少しこう暇になった時は少し休んでみたいなリズムで動けるのでいいのかなと。はい、今はねちょっと頑張り時なんですよね。はい、ということで皆さんに美味しいシュトレーお届けしますのでお待ちください。はい、それでは今日はさようなら、失礼します。はい、アマティアンさんありがとうございました。あ、勉強になりました。うちでかすみさんありがとうございました。あ、よかったです。結構ねナッペされる方もいらっしゃると思うので、ぜひねあのいい状態でできるように美味しいケーキを作ってください。では失礼いたします。さようなら。